経済産業省は日本の行政機関の一つ。経済産業の発展及び鉱物資源、エネルギー資源に関する行政を所管する。日本語略称は経産省。経済産業省設置法3条が定めた任務である民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに 鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ、効率的な供給の確保を図ることを達成するため、経済産業政策、通商政策、産業技術、貿易、商務流通政策などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編により、通商産業省から移行する形で設置された。前身の通商産業省は、かつては日本経済内市、 日本株式会社の総司令党たる経済参謀本部として高度経済成長の牽引役とされた。海外においてもノートリアス未知内氏、マイティミチと呼ばれたように、その名は日本官僚の優秀さの代名詞として広くとどろいていた。その持てる虚認可や行政指導を甘ねく,くしし、さらに政府系金融の割当て融資、予算手当、 補助金などを力の源泉として、主に産業政策を司り、のみならず通商や貿易、技術革新に応じた科学技術開発に加え、特許、エネルギー政策、中小企業政策など幅広い権限を保持し、日銀政策委員会にも複数委員を送り出すなど事実上金融政策にも関与してきた。しかし、日本の高度成長期が終わると、 幅広い権限を保持する割に、他の省庁に比して、巨人化行政や補助金行政ができないことから、この省では、イヤ王なしに単発の政策アイディアで勝負せざるを得なくなってきている。毎年5月6月頃から、様々な新政策のアドバルーンを打ち上げてくる。このため、財務省が財政内使用算査定、税制を通して、依然として広く政策決定に関与する。 総合館長であるのに対して経済産業省はほとんどの産業を所管する行政のデパートであるにしても限定された総合館長であるとも評されている。経産省の中で選ばれた一部の中堅官僚は世界各国の日本貿易振興機構を経由した産業調査員として各種調査活動に従事している。通産省、経産省は 自由な気風や業界との交流の多さも後押しし、実業方面など経済界に人材を数多く輩出してきた。他方、通産省時代は政治家を出せない役所とも言われており、戦前の商工省出身では、岸信介、椎名悦三郎がいたものの、戦後の通産省に在籍した人物としては、林吉郎が目立つくらいで、大蔵省や旧内務省系の出身者と比べて、 見劣りがした。しかし、80年代以頃から若手の通産官僚の政界入りが相次ぎ、現在の国会では党派を超えた一大勢力となっている。また、大分県知事の平松森彦以降、都道府県知事にも通産省、経産省出身者が次第に増え、旧内務省の流れを組み、伝統的に多くの知事を輩出してきた総務省に次ぐ勢力になっており、 2020年7月現在、全国の都道府県知事のうち8名が経済産業省出身である。経産省出身者の都道府県知事が増えた理由について、経産省内では企業誘致に通産経産省時代に培った企業人脈が生きている。産業振興による税収増への期待もあるのだろうと分析しているが、対する総務省内からは、 経産省は規制緩和で仕事が減り、知事志向が強まっているのではと皮肉る声も出ている。経済産業省では近年、規制権限が縮小傾向にあり、地域経済振興に活躍の場を求めているという事情もある。また、経済産業省への移行後は内閣府などとともに、マクロ経済政策を担う官庁として重要な役割を果たすようになってきた。 前身の通商産業省は、1949年5月25日、商工省を改組して発足した。その際、旧商工省の外局であった、貿易庁及び石炭庁は廃止され、新たに資源庁、工業技術庁及び特許庁の3つの外局が設けられた。1948年8月1日に、旧商工省の外局として設置された中、商企業庁は、 引き続き、通商産業省の外局となった。貿易庁は本省の内部部局に、石炭庁は資源庁に移行した。この組織を考えたのは白須二郎と言われる。発足当初の通産省には、吉田茂白須、牛場信彦らの外交派、通商派ラインとして、時に長山天皇と呼ばれた長山時代初代官房長らがおり、主流である産業派、 統制派には、岸信介、椎名悦三郎、三延洋次、山本孝之ラインとして、玉城恵三や平井富三郎、佐橋茂、今井義恵などが名を連ね、その他、商務派には、豊田正宝がいた。その後も、資源派、国際派と国内派との対立軸など、現在に至るまで省内における、政策対立ないし派閥争いにはこと書か,かないことでも、知られている。 1952年に資源庁と工業技術庁が廃止され、外局は特許庁と中小企業庁の二つになった。1972年に田中角栄が通商産業大臣から内閣総理大臣に就任したとき、小永慶一から通商産業省出身者が内閣総理大臣秘書官を担当するようになった。これが前例となり、後の内閣も 通商産業省から出向で内閣総理大臣秘書官を担当するようになり首相への通商産業省の影響度が大きくなった。1973年に新たな外局主源エネルギー庁を設置。2001年1月の中央省庁再編に伴い経済産業省に名称変更された。発足当初経済産業省は 経済省という略称を用いていたが、全く定着せず、マスコミ等では、経産省と略される。2011年3月に、福島第一原子力発電所事故が起きると、原子力安全、保安院を所管していたことから、事故の発生と、その対応について、責任を問われ、事務次官、資源エネルギー庁長官及び、原子力安全保安委員長に事実上の更迭がなされた。 2012年9月19日、原子力規制委員会設置法の施行により、原子力安全保安院に関する事務が環境省に移管された。原子力安全保安院は廃止され、組織は原子力規制委員会に移行した。また、旧保安院の産業保安計5課は、商務情報政策局の3組織に、産業保安監督部は、本省の地方支分部局に再編された。 上記の経済産業省設置法3条に示された任務を達成するため、同法4条は、計60号にわたって、所掌事務を規定する。具体的には以下などに関することがある。経済産業省の内部組織は、一般的には、法律の経済産業省設置法、政令の経済産業省組織令及び、省令の経済産業省組織規則が、階層的に規定している。 なお、他の省の外局の多くや経済産業省でも資源エネルギー庁や特許庁はそれぞれの省の設置法に規定されているが、中小企業庁は中小企業庁設置法という個別な法律に基づいている。経済産業省の地方支分部局には以下の3区分がある。経済産業局産業保安監督部と産業保安監督部と那覇産業保安監督事務所を。 総称して、産業法案監督部等という、那覇産業法案監督事務所を除いてその庁舎は、経済産業局と同じ場所に位置する。管轄区域は、経済産業局一つないし二つ分の、管轄区域と同じである。2021年4月1日現在、経済産業省が所管する独立行政法人は、下記の通りである。下記のうち、 行政執行法人は製品評価技術基盤機構で役職員は国家公務員の身分を有する。経済産業省が所管する特殊法人は2021年4月1日現在次の3法人である。すべて株式会社の携帯で設立された特殊会社である。経済産業省が所管する特別の法律により設立される 民間法人2021年4月1日現在、次の旧法人である。特別の法律により設立される法人は以下、認可法人は以下、地方共同法人は所管しない。2021年度一般会計当初予算における、経済産業省所管歳出予算は9169億8475万2000円で、ある。組織別の内訳は、 経済産業本省が2368億2253万2万二千円。経済産業局が145億8486万7万七千円。産業法案監督官所が27億2072万3千円。資源エネルギー庁が5738億221万5万五千円。中小企業庁が890億5441万5万五千円となっている。 特許庁は一般会計予算を所管せず、特許特別会計が経費を負担する。特許特別会計予算は1562億254万2000円であり、わずかな一般会計からの繰り入れと全年度上用金を除く主要な歳入は特許手数料等である。共通費を除いた主な予算項目としては本省所管では、 国立研究開発法人産業技術総合。研究所運営費が619億8411万3000円。ものづくり産業振興費が216億3681万1000円。独立行政法人日本貿易振興機構運営。先が252億8888万7000円。国立研究開発法人新エネルギー。 産業技術総合開発機構運営費が143億4691万1000円である。2020年度にはキャッシュレス消費者還元事業に要する経費の民間団体等に対する補助等の予算として消費税増税対策のポイント還元のために 消費者行政推進費2726億3298万4000円が計上されたが2021年度においては4億9629万3000円に激減している。資源エネルギー庁では石油石炭自衛財源燃料安定供給対策及びエネルギー受給構造高度化対策費エネルギー対策特別会計へ 繰入れに4109億3000万円、電源開発促進税財源電源立地対策、及び電源利用対策費エネルギー対策特別会計へ、繰入れが1319億3549万4000円となっている。中小企業庁は、経営革新、創業促進費に418億5626万1000円、 中小企業事業環境整備費に232億318万円、独立行政法人中小企業基盤整備、機構運営費177億2934万9 0円がある。歳入予算は167億976万4 0円である。特有の歳入科目としては、特定アルコール譲渡者納付金の92億7439万円、 貸付金等回収金収入の21億7227万円がある。経済産業省は特許特別会計を所管し、内閣府、文部科学省及び環境省とエネルギー対策特別会計を共管する。また国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共管する。以前所管していた貿易再保険特別会計は貿易保険制度の改正に伴い2016年度限りで廃止された。 一般職の在職者数は2020年7月1日現在、経済産業省全体で7657人で、ある。うち本省が4332人、資源エネルギー庁が428人、特許庁が2709人、中小企業庁188人となっている。行政機関職員定員令に定められた、経済産業省の定員は、 特別職一人を含めて7984人。本省及び、各外局別の定員は、省令の経済産業省定員規則が、本省4552人、資源エネ4ルギー庁が446人、特許庁が2793人、中小企業庁195人と規定する。2021年度一般会計予算における予算定員は、 特別職7人、一般職5105人の、計5112人である。一般会計予算定員の期間別内訳は、本省2527人、経済産業局1689人、産業法案監督官所309人、資源エネルギー庁393人、中小企業庁194人である。他に、特別会計の予算定員は、 特許特別会計が2813人、エネルギー対策特別会計が50人となっている。職員の競争試験による採用は、人事院の実施する国家公務員、採用総合職試験、総合職試験、一般職試験、一般職試験及び、一般職試験などの合格者から行われる。経済産業省職員のうち、一般職の給与は、 一般職の職員の給与に関する法律によって、規律される。報給表は、基本的に、行政職報給表専門行政職報給表専門スタッフ職報給表指定職報給表が適用される。特許庁の職員の多くは、専門行政職報給表が適用され、2020年7月1日現在、2190人が適用となっている。 これは、全省庁の一般職全体の専門行政職補給表適用職員8118人の27.0%を、占め、国土交通省の4091人に次ぐ多さで、あるとともに、特許庁全体の職員2709人の80.8%が専門行政職補給表を適用されている。経済産業省職員のうち一般職の国家、公務員は、 労働基本権の内葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は、 単一体に支部一となっている。組合員数は635人、組織率は9.9%となっている。組織率は13不詳二員の平均である40.2%を30ポイント以上下回っている。主な職員団体は、全経済産業省労働組合で、経済産業省内では、本省、地方支分部局及び特許庁などに組織を置く。産別は、 国交漏連に加盟している。電力業界を管轄していることから、電力会社、原子力関連企業は早期退職した経済産業省の幹部職員の主要な再就職先の一つであった。福島第一原子力発電所事故以降、この天下り観光は資源エネルギー庁による原子力発電所の安全規制を軽外化させる背景として批判にさらされた。 経済産業省の所管する統計調査のうち、経済産業省生産動態統計、ガス事業生産動態統計、石油製品受給動態統計、商業動態統計調査、経済産業省特定業種石油等消費統計、経済産業省企業活動基本統計及び、高工業種数の7統計が、総務大臣により基幹統計に指定されている。 定期的に実施している所管統計の分野、別一覧は以下の通りである。経済産業省が毎年執筆、編集する白書には通称白書、製造基盤白書、中小企業白書及びエネルギー白書がある。通称白書を除いて法律に基づき政府が国会に提出する年次報告書から構成された法定白書である。具体的には 製造基盤白書は政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書が中小企業白書は中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告及び中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書エネルギー白書はエネルギーの需給に関して講じた施策の外況に 関する報告がそれぞれ収録される。特許庁は、閣議案圏外の特許行政年次報告書を公表している。不公正貿易報告書、WTO 協定及び経済連携協定、投資協定から見た主要国の貿易政策は、経済産業大臣の諮問機関である、産業構造審議会に設置された通称、貿易分科会不公正貿易政策。 措置小委員会によって取りまとめられた年次報告書であり、九百九十二年以来毎年公表されており二千二十年で二十九度目の公表となっている。WTO 協定をはじめとする国際的に合意されたルールを基準として、主要国の貿易政策、措置の問題点を指摘し、撤廃や改善を促すことを目的とする定期観光の広報誌としては、各月間で、 METI ジャーナル、経済産業ジャーナルが電子媒体により発行されている。編集発行の事務は大臣官房政策評価広報課が所掌する。継続前市は月間の経済産業ジャーナルで経済産業調査会が発行所であったが2008年8月号をもって休刊し2008年11月12月号から現在のタイトル観光頻度及び 発行主体に改められた。紙媒体での発行は2011年5月6月号をもって終了し、ウェブサイトから電子ファイルを配信する形式に切り替えられた。ウェブサイトのドメイン名は、www.meti.go.jp。また、各経済産業局、産業法案監督部及び外局も独自のドメイン名を持つ。エネルギー庁は、 www.eneco.meti.go.jp 特許庁は www.jpo.go.jp 中小企業庁は www.chusho.meti.go.jp となっている原則政治家は除く。なお、前身の商工省軍需省通産省時代を含む 一般職の幹部は以下の通りである。原子力発電を推進する資源エネルギー庁と規制する原子力安全保安院とが同じ経済産業省内にあったことが2011年3月11日に起きた福島第一原子力発電所事故の原因の一つと考えられた。そのため翌年、翌2012年原子力安全保安院は廃止され環境障害局の 原子力規制委員会が設置された。2017年2月より実施された働き方改革と連携した個人消費換気キャンペーン。委託事業として、白報堂がプレミアムフライデー推進協議会の事務局運営事業を受託している。上記概要の項で、記述のように産業政策では10年ごとに発行された通称産業ビジョンで見られる。 その時代ごとの先見性の高さから今日の産業が通商産業省の行政指導の下で驚異的に発展していき通産省の移行は計り知れないほど大きかった。こうした官民一体となって日本の産業を支えてきた通産省の移行も1980年代以降から徐々に陰りを見せ始めた。経済産業省と解消後もその存在意義が問われる現代。 直轄、委託等を問わず様々な事業の試みがなされている。小賀茂明は、そうした中身がなくても中身があるもののように見せたり、立派に、面白そうに見せるために、電通など、広告代理店が開催し、中身がないものを、お化粧した事業の失敗例として、サービスデザイン推進協議会が受託した、おもてなし企画認証、クールジャパン、そして、プレミアムフライデーを挙げている。 日本における2019年コロナウイルス感染症による社会、経済的影響により2020年持続化給付金事業を緊急支援的に実施するにあたり、経済産業省にはいくつかの選択肢があった。いずれも予算手当をつけて行う直轄事業、独立行政法人による実施事業、地方自治体による実施事業、委託事業、そして補助金事業の5つである。 このうち委託事業員以外はいずれも緊急支援的な同事業実施にあたり不適切で馴染まないものであった。さらにコロナ禍により今後も過去最大級の景気対策が求められるため委託事業の形によると早い新規事業の創出をアピールしやすい状況があったという。バブル崩壊後、韓から民への旗印のも中央省庁再編等一連の行政改革で 国家公務員数は、この20年で6割減の30万人に、また民主党政権の下、事業仕分けにより、独立行政法人による受注が削られ多くの業務で民間委託が進んだ。国土交通省などの原業官庁のような、政策実行の手足となる、出先機関の乏しい経産省では、民間との分業が必須になった。こうした中で、 電通が経産省など公共政策に関わる観光庁事業で売り上げを伸ばした。のみならず、経産省にとって切れない存在にまでなった足元を見る形で、環境競争イニシアチブはじめ、諸トンネル法人を通し、2015年度からの6年間で、再委託事業数72件、事務委託費、計1585億円の89%に、 相当する再委託額1415億円もの多額の公金内し税金が実体の裏付けの乏しい事業であるいは実体のない事業で電通とそのグループ会社に流れた。中小企業庁長官前田康弘と委託先のサービスデザイン推進協議会業務執行理事平川賢治との親密な関係が疑念を持たれて週刊文春で報じられたように 最くないし丸投げに関する制約がなく、経産省側に大きな裁量があったことと、経産省のルール型省庁に比べて、企業、団体側に有利になっていることが明らかとなった。つまり、事実上の丸投げや中抜きを招きやすい仕組みであり、裏返せば、完成談合を疑われるコネや、癒着の温床となりやすい構図であった。その際に担当者レベルから、 外部有識者に至るチェック機能が働いていなかった制度的要因が指摘されている。2008年施行の公益法人制度改革により内閣府の監督下にある公益社団法人に対して一般社団法人に監督官庁はなく情報公開の対象も法令上社員と債権者に限られていることが制度的要因に挙げられている。これにより実態を 外部から把握できない、見えない政府が現出し、憲法が定める、財政民主主義の精神が骨抜きにされている点が指摘されている。この一般社団法人が担う、国の予算執行の規模は、2015から2018年度の間、経済産業省が突出して高く、同省のそれが一般社団法人に依存していることが明らかとなっている。ありがとうございます。